朝起きてから昨日作ったクレイパックをどうなってるかなと思ってやってみようと思いました。ちょっとまだ緩いんですけれども、お肌にのせてみましたらいい感じでした。キメが細やかでお肌にスベスベっと乗りました。ちょっと緩いんですけれども、まあそれは気にせずに顔に塗布してから乾くまで 2,3 分ありますので、その間に器に入れ替えました。この器に入れて、まあ1ヶ月ぐらい持つと思います。冷蔵庫に置くことなく常温でいいですよ。バシャバシャと下からお水をかけて洗い流してください。きれいに洗い流してください。こすってはいけません。まあつる細やかですから大丈夫と思いますが、バシャバシャバシャと洗い流してみてください。じゃじゃーん、ワントーン明るくなったかな、まあ、あんまりわからないですけれども、から出かけます。今から出かけます。フラワーアレンジメントの仕事でした。今日はまあ暑いですから、もうねお花もなよなよしたお花は持ちませんので、今日はパイナップルにしました。でもあまりにもでかすぎて、うわーどうしようと思いました。ただいま。クレイパックの効果はありましたでしょうか。クレイパックの効果はありましたでしょうか。帰ってきて暑いので今からアイスクリーム食べます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。